2016年1月2日、韓国ニュース1によると、韓国最大野党が、元慰安婦の支援財団設立のため、100億ウォン、約10億円の国民募金運動を提案したことについて、韓国大統領府は本末転倒と一蹴した。韓国大統領府の関係者は、2日、日本政府が慰安婦被害者支援財団に拠出することにした10億円は、日本政府の予算から出るという点に、重要な意味がある。日本政府に責任があるから、日本国民の税金で10億円を用意するのだと強調した。韓国最大野党の代表は、12月31日、国会本庁で日韓慰安婦問題合意球団大会を開き、日本では、少女像撤去が10億円支払いの前提条件との報道も出ているとし、政府が、すでに少女像撤去に合意したのか、真相を明らかにすべき、政府に、そのお金を受け取らないことを再度促し、財団設立は、日本のお金ではなく、私たちのお金を使おうと述べ、設立資金100億ウォンの国民募金運動を提案した。この報道に、韓国のネットユーザーから、様々なコメントが寄せられている。政府の交渉の方が本末転倒じゃないのか？被害者と一言の相談もなく、日本と交渉しておいて、決まった内容を後で被害者に伝え、説得するのが正しいのか。そもそも、被害者の同意も国会の同意もない状態で、両国間で口頭で合意したような交渉は無効だ。外部の敵より、内部の敵の方が手強い。これは安倍首相のリップサービスだ。韓国政府は、当事者と事前に協議するべきだった。基金は、韓国国民の募金から出そう。そんなことをしたら、むしろ日本を助けることになる。野党は、国民を扇動して権力のみ掌握しようと考えている。日本のお金にしろ、韓国のお金にしろ、虎視眈々と狙っている奴らがいる。もう終わりにすべき。どの政権も避けていた問題を解決したんだ。いつまでこの問題を引きずるつもりだ。日本が10億円を拠出して韓国国民から100億ウォンの募金を集めたら、資金が2倍になる。金額じゃなくて、日本が拠出することに意味がある。韓国国民の募金で100億ウォン集めても意味がない。